ソナリティ、パーソナリティ、今すぐ登録、パーソナリティ、パーソナリティ、パーソナリティ、今すぐ登録、販売スタッフの、パーソナル。今最初のシーンを、最初のカットを撮り終わりました。電話を持って、もっとびっくりした方がいいのかなと思ってみたいなことやったらやりすぎだって言われました。どうですかね。まあ出来上がったのを見てみてください。これ映る気がした。今すぐ登録パーソナル。オーディションでこういうのやった。スクリプト俺書いとったらいいっすか。これから2カット目を撮ります。喫茶店のシーンです。自然な感じでと言われました。さて自然な感じにできるのでしょうか。乞うご期待。はい、じゃあお帰ります。おはようございます。キャッツでも、はい、よーいスタート。よーいよーいスタート。カットカット。はい、プレイバックします。びっくりしたところですか。ちょっとびっくりした。びっくりした。もう終わったし。うん、全然コーヒーカップじゃないところを見て、おっていうのが不思議でした。コーヒーカップはここにあるんだけど、ここにあるんだけど、この辺を見て、おみたいな。だからコーヒーカップがどこにあるの分かんなくて、この辺からみたいな。はい。次のカットは、コンパクトを開けるとパーソナルシスターズが現れるカットです。パカッ、ん？みたいな。肩にも乗ってるらしい。これからお風呂のシーンなので、お風呂っぽく仕上がりました。こんな感じでここにパーソナルシスターズが現れるそうです。肩が痛い。肩こりなんです。なんか孫の手の後ろにゴルフボールがついてるやつが欲しい。今温度が高くて下げてもらったんですけど、ほてってきちゃって、はあ、今からメイクを全部落としてパーソナルシスターズに変身します。ご自由立ってて、この立ってるところの、はい、あ、ここ、そうそうそう、はい、いいですか。はい、音楽スタート。パーソナリティ、パーソナリティ、今すぐ登録、パーソナリティ、パーソナリティ、パーソナリティ、今すぐ登録、パーソナリティ。正面でよければ声ください。ちょっとプレイバック見てください。はい、すいません。
井美香さんのファッションチェック。お手柔らかにお願いします。今日ファッションのポイントはピンクで統一したところです。ピンクと白ですね。ピンクは今年の春の流行りらしいので早速取り入れてみました。後ろの羽もいい感じでしょ。ピーコさん。ピーコさん、甘口でお願いします。パーソナルシスターズは3人いて3人姉妹です。1人は ピンクのリボンでこう波のような前髪です。2人目はブルーのリボンでこう花鳥系です。3人目はイエローのリボンでポンパドールです。ポンパドールというのはまあ、リーゼントのぐるぐる巻きみたいなそんな感じです。初めさんの折れたエンジェル。お疲れ様で、お疲れ。体力はいいよ。お疲れ様でした。無事撮影が終了しました。さっき、スタッフの皆様と記念写真を撮ったので、出来上がったらアップします。楽しみに待っててください。じゃあね。ありがとうございます。パーソナル今すぐ登録パーソナル販売スタッフのパーソナル